忍者ひろきです。ヌンチャク。私はこのヌンチャクを使ってさまざまなことに挑戦するヌンチャクアーティストとしてタレント活動をしております。阿部くんとの出会いはもちろんこのヌンチャクですね。もう彼もね、この南極でヌンチャクを振るっていう、この日本の武道家にとってはね、予想もつかないことをしてしまったと。今回人類初の冒険にね、挑むっていうことで、なぜ彼を応援したくなるか。彼はいつもニコニコしていて、本当に猫科なんですよね。構えてその目の奥をじっくり見ると、猫科の中のね、ヒョウ属ですね。ヒョウに属する男なんですよ。もう本当に芯のある強い男で、もうヒョウとかトラとかライオンとか、要は木ですよね。木やぼく感じるんですよね。誰もがやっぱり夢を持って何事も挑戦することは素晴らしいんですが、できる人とできない人がいると思うんですよ。要は選ばれし者っていうものがこの世の中で存在します。で、彼は、阿部君は選ばれし者です。日本の歴史に、いや世界の歴史に名を残す男ですので、皆さんぜひ応援とご支援よろしくお願いします。